はい、通勤の自由な時間へようこそ。さあ、今回はですね、ホットトイズの紹介とかではなくて、まあ、ちょっと前に SNS で流行ってた、この100均の、まあ、キャンドゥに売ってる、このフィギュア、プラモデル用のディスプレイスタンドですね。これが、なかなかいいと。で、話題になってた時買おうと思ったんですけど、もう売り切れがね、半端なくて。で、やっとこれがね、買えたので、1,2,3,4。今後ね、アーツとかね、予約してるものがあるので、まあなんだったら、マーベルレジェンズとかね、買うこともあると思うので、まあちょっと、軽く紹介できたらなと思います。実際にね、画像とかでしか見てないんですけど、こんな感じで、なかなかね、質がいいんですよ。で、この5つの穴が開いてて、大体、この大きいところに、こうやってぶっ刺していくという感じですね。自分の好きなような形で。で、まあ、例えばこの、真骨頂のカメララクーガをディスプレイすると、僕の大好きな仮面ライダークーガーですよ。よいしょ。で、ただね、このね、高さはね、変えれないんじゃないかな。そうだね。まあ、高さ変えるっていうよりかは、中で調節して高さを調節するって感じだね、これね。だからもうちょっと低くいきたいんだったら、こんな感じで低めに設定してあげて、おー、はい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 。で、ここはヒンジ、ヒンジです。ヒンジで稼働しますね。こんな感じ。お、すごい。かっこよ。こんな感じで飾れると。へー。まあ、せっかくなんでもう一個あげましょうか。これをね、5つ買ってるんで。あ、すごいわ。こうやってね。いやー、もうすごい世の中だよ。100均でこんないいものが買えるなんて。いやー、すごいなー。あ、で、これ連結できるんだ。はいはいはい。ちょっとこれは、後ほどって感じですね。まず、こうして、まあ、アーツよりも、こいつは高い位置だから、はい、この、フォアットイフの、ゾンビ、アイアン版ですな。マーク50のね。これは、もうちょっと後ろの方がいい。はい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 。あー、すごい。いいな、いいな。これはいいな。これは、なかなかですぞ。こんなもんか。あー、いいですな。これはいい。デビューするときが簡単になるな、このアーツの。他ね、買ってあるのは、ワンピースのルフィ、ゾロ、サンジですな。あとちょっと、ギーツ。今、ギーツにハマってるから、ギーツのね、ブーストマグナも予約した。予約っていうか、まあ、買ったって感じですね。で、今後、マーベルレジェンズはもう、あれですよ。フォアットイフ関係ちょっと集めていきたいなと思っているので、まあその時にもちょっと使っていこうかなと。で、これは、ここの後ろのここか。ここと、おっとっとっと、取れちゃった。ちょっとね、これ取れるのが。こことここのヒンジをくっつけたら、お、連結。こういう風に連結すると。これはいいですね。こうやって浮かせて、ポージングもできると。いやー、いいですよ、これは。保持力もなかなかあるしね。これはいいなー。で、
クーバーだったらね、まあ簡単に簡単なポーズを取らせましょうよ。ガシッと、おー、これはガシッと挟み込めた。あー、いいですよ、クーバーのマイティーキック。こうやって、あー、角度つけたら、あー、もう完璧。いや、完璧じゃん。これ本当はね、グーじゃなくて開き手だけど、ちょっとそこはごめんなさいという感じで、簡単に。おー、いいね、かっこよ。やっぱ空がかっけえわ。アイアンマンもかっこいいけど、いやー、やっぱポージングつけると変わるね。はい、といったところで、まあこういうのがね、発売されてたと。今だったら多分買えると思うんですよ。もう再販してるんで、まだ、あ、買えなかったとか、話題になってたのに買えなかったなーっていう人は、ぜひ今だったら買えるので、ぜひ、公式の僕はオンラインで買ったので、オンラインだったら買えるから、店舗だったらもうね、転売屋とかがバーって買ってる可能性もあるので、一応公式の方のホームページを見て、在庫があるかないか確認してもらえたらなと思います。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。この他にもホットトイズのフィギュアの情報や、購入したフィギュアを紹介しています。あとゲーム実況をしているので、そちらもぜひチェックのほどよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。